旧駅舎、ホームエレベーター、トイレ、待合室への通路エレベーター手前を左に入ると、トイレ、待合室がある改札口。自動改札機が使用されるのは混雑時のみで、通常は左に見えるカードリーダーにタッチする駅に入線する、キララ、蔵間駅方向を見る冬の木船口駅蔵間側の鉄橋屋根のあるところが、ホーム、木船口駅は、 京都府京都市左京区倉間木船町にある永山電鉄倉間線の駅。駅ナンバリングは E16。木船神社で知られる京都の奥座敷木船への玄関口となる駅である。片面ホーム一面一線の無人駅である。春秋等の観光シーズンや観光客が多い週末などの混雑時に駅員が駐在するための事務室がある。駅ホームは一部。 ク馬川、キ船川の合流点付近及び、京都府道361号上、黒田キ船線の鉄橋上に存在する。出入り口は、府道の帰線側に沿い、階段を上ったところに改札口、ホーム、コインロッカーがある。改札口には、IC カードリーダーと、自動改札機、IC カードチャージ機、乗車駅証明書発行機が設置され、改札内には、 待合室がある。待合室には、貴船神社宮寺により、霊月の名称が付けられている。駅入り口からホームに向かって、右側の通路を進むと突き当たりに、永山電鉄の駅として、初めて設置されたエレベーターがあり、エレベーター前を左に曲がると、トイレと待合室がある。駅入り口左には、倉間小学校方面への通路があり、 に包まれた鉄橋やホームを見上げるる。ことができる京都府道38号京都広川原三山線から京都府道361号上黒田木船線が分岐したすぐ先に位置しているかつて府道38号は市原駅から東駅までの間を倉間線に寄り添うように通っていたが2のセバイパスの整備により東駅南方でトンネルにより 市原地区へ抜ける経路を取るようになった。トンネルの手前にバイパスと旧道との分岐がある。バイパスは当初、火事取り橋を渡って、駅すぐ横を通る道路を新設する計画であったが、倉間小学校前の道路を改良する計画に変更され、道路の拡幅と急カーブの改良、歩道橋の付け替えや倉間川の護岸工事が行われた。木船神社までは当駅から徒歩30分ほどの距離が、 あり、下記路線バスに乗らない場合は、狭い道路を歩かなければならない。シーズン中は、自動車の通行も多く注意が必要である。周囲には、倉間小学校と、消防出張所以外には目立った施設はない。木船神社近く京都バスの路線が乗り入れている。ありがとうございます。